はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。さあ、それでは本日の動画は恒例の確定申告シリーズについて一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。本日はこちらについて一緒にやっていきたいと思います。基本からわかる青色申告決算書の書き方4枚目です。本日の目次はこのような流れです。4枚目の記入方法と、あと提出前にね、確認するべき数字の方を最後に紹介したいと思います。それでは今日の動画もよろしくお願いします。4枚目の用紙になります。今までね、動画でね、1枚目2枚目3枚目ってやってきたので、最後ですね、これ4枚目です。この4ページ目というのは理解するまでが難しいんですけど、とにかくちょっと簿記を知識がないと腑に落ちるというか、理解するのは難しいかもしれません。でもこの4枚目を記入することで、 e-tax だったら65万円分の控除がもらえますし、 e-tax じゃなく印刷して郵送しても55万円の控除をもらうには、この4枚目を記入しないと青色の控除がもらえないので、ぜひ4枚目はできるようになるととてもお得ですので、頑張っていただけると、なるべくね、分かりやすいに解説するんですけど、この4枚目を解説するのは私は個人的に一番ちょっと難関なんじゃないかなと思っております。こちらね、あの会計ソフトとか e-tax を使うと自動的に対応を合わせてくれますので、そういうものでサポートをしてもらった方が簡単に4枚目が出来上がると思います。それでは4枚目いきます。こちらで聞いてきているものは、資産がいくらありますかと、あとあなたのビジネスの事業の方は負債がいくらありますかっていうのを4枚目で聞いてきます。要は今までは1枚目で聞いていたのは、売上からかかった経費を1年分引いて、それに儲けが出ると思うんですね。その儲けに対して税金っていうのはざっくりとかかってくるので、売上と経費とはいくらでしたかっていうので、あなたのビジネス儲けいくらでしたかっていうのを1枚目で計算していて、2枚目3枚目はその計算方法の根拠だったんですけど、4枚目はちょっとまた趣旨が変わりまして、あなたのビジネスの今持っている財産はいくらですかっていうのを聞いているのが4枚目になります。ですので、手持ちの現金はいくらですか、通帳の残高はいくらですかというのをこのように順番に聞いているのが4枚目だと思ってください。ではね、実際に記入していきます。こちらですけど、ここですね、いつの財産なんですかっていうのを聞いてきますので、これは令和2年の一番最後ですね、12月31日最後の締めの段階で、あなたのビジネスはどれくらい財産が残っていますかっていうのを4枚目聞いてきています。なのでこちらですね、その前にですけど、前回の令和1年度の確定申告書の残高っていうのがあると思うんです。これ前年度が白色の方はないんですけど、前年度も青色申告をしていた方は、必ず4枚目を書いた方はこちらに数字が前年度のものを見ていただけるとあるはずです。で、その前年度のビジネスの財産の残りがいつですかっていうので、ここが1月の1日になります。そして今回の12月31日年度締めの段階でどれだけ残ってますかっていうのを聞いてくるので、ここが12月31日期末になります。そして現金ですね、ちょっとね、これサンプル例としてね、数字をざっと入れてきますけど、前回現金が15万円残ってましたと。で、今回は12月31日段階でビジネスが終わった後、いくら残ってるかっていうと、まあ10万円残ってましたということですね。で、これ現金の残高になります。これは現金のここの残高は、実際にその現金の取引と数字上必ず合うはずです。だから例えばここがマイナスになってるってことは、何かがおかしいっていうケースがあると思ってください。これよくマイナスになってる方すごく多いんです。はい。そして、当座預金、まあある方少ないですね。まあ定期預金がある方はこちらに書きます。そして普通預金をなぜかこのその他の預金っていうところに書くんですね。で、まあ普通預金が前回締めた時は、これですね、200万あったとします。今回12月末、まあビジネスしてみて締めてみたら300万円、まあ、100万増えたってことですね、預金がね。そして、まあ、受け取り手形はあんまり自営業の方出す方少ないので、この辺有価証券とかね、まあ、棚卸しは今回ないということでいこうと思います。まあ、売掛金があったとしますね。売掛金が前回は100万円あったと。で、今回も同じくね、100万円残ったとしますね。で、車両ですね、今までね、サンプルとしてね、車を300万円買いましたみたいな話をしてたので、ですけど前回が300万円って言って、今回ね、50万円を焼却して250万円だと。で、支払い手形もないと。買掛金もまあ借り入れもない状態で、未払いがあったと。未払いが前回は5000円残っていて、今期になって払って、また今回ね、未払いのものが1万円ですね、あったとしますね。1万円と書きます。で、その他、まあ、前受け金、預かり金は使わなかったと、なかったということで、貸し倒れ引き当てもここはしていなかったとなるんですね。そうすると、ここで一体何をすればとかいいかっていうのは、この右と左を合わせるっていう作業があるんですよ。これはちょっと本当に簿記の知識とビジネスの流れを分かってないとできないというか、なかなか腑に落ちないと思うんですけども、とにかく右と左を合わせるっていう感覚ですね。ここは1月の1の去年の残高をこう足していきます。そうすると、ここがこう縦計をするわけですね。縦計をすると、こちらも縦計をするんです。その前にこちらをしてしまいます。で、こちらは未払い金5000円しかないので、ここの元入れ金のところに、ここと、
これがポイントなんですけど、ここの合計とここの合計は必ず一致するはずです。これがずれてたら絶対にこの何かが間違ってるってなってるはずです。なのでここの合計は合わさないといけないし、同じになるはずです。ここから未払い金の5000円分引いた金額をここの元入れ金に記入します。この元入れ金が今回6145000になると思います。だからこれから5000円分だけ引いたここが元入れ金になります。とりあえずまあこういうものなのかなというので、あの皆さんね、 e-tax とかね、会計ソフトを作った方が多分圧倒的に楽にできます。とりあえず説明を進めます。そうするとこことここが一致するので、なので今度ここですよね、こことここの数字も必ず一致します。でこっち側なんですけど、ここの元入れ金はそのままここ一緒の金額が入ります。スライドしますね。前回と同じ金額を入れます。そしてここの青色申告特別控除前の所得金額を聞いてきます。じゃあこれはどこの数字を引っ張ってくるかというと、これ1枚目の数字になります。この用紙の1枚目です。ここの青色申告特別控除前の金額を書きます。なのでここの43番の数字をこちらにそのまま移します。ここ気をつけてくださいね。65万円を引いた後の金額じゃなく、引く前の金額を記入します。そうするとこっちの縦計が出るんですね。これとこれとこれを足した金額がここに出るはずです。980500ってなるんですね、ここの縦計が。ってことはですよ、こっちの合計とこっちの合計は必ず合うので、ここ記入することがないという前提ですので、ここが同じ数字にはこうなるわけです。現金が10万円300万円、まあ、売掛金が100万円残ってて、車両がね250万円分まだ未償却のものが残っているっていうふうになって、ここの縦計を取るんですけど、この縦計を取るとこの金額にはならないので、ここの事業貸のところで差額分を記入します。これがいくらになるかっていうと、ここからここ引いてこれに合わすので、ここが545500というふうになります。これで右と左が合うので、ここの残高も合っているし、皆さんのお仕事の12月31日時点の財産がいくらあるかっていうのと合っているっていうことで、これで完成になります。まあ、とにかくこの4枚目を出すっていうことが最大65万円の控除、 e-tax で今回はするマックス青色申告控除65万円をもらえる条件ですので、皆さん頑張ってみてください。そしてこっちの右側はじゃあ何を書けばいいのかというと、この製造原価の掲載は、これは製造業をしているような、まあ、工場をされているような方が書くとこですので、基本的にほとんどの方はね、そんな書くことがないというか、書かなくてもいいところになります。自営業フリーランスのことが圧倒的に多いと思いますので、今回ここは省略します。ある方はね、もちろん書かないとダメです。というわけで4枚目が完成しましたと。それでこれで1枚目、2枚目、3枚目、4枚目が揃えましたので、この用紙を使って次は確定申告書の B というものを使って個人の税金の方を計算するという流れになります。とにかく1枚目、2枚目、3枚目、4枚目ができたということで、全て書き方、講座、これで終了になります。はい、そしてまとめです。やはりね、4枚目もね、先ほども紹介しましたけど、e-tax や会計ソフトを使うと、やはり確定申告グッとハードルが下がって楽になって、65万円控除が狙いやすくなるのではないかなというふうに思います。そして最後に解説するこの提出前に確認する数字のポイントだけ言っておきますね。現金と預金の残高がこの4枚目の数字ときちんと合ってるかどうかっていうのは必ず確認してください。預金ですね、預金も分かりやすいです。通帳の残高と合わせるだけです。これは令和2年度の12月31日ビジネスで使っている通帳の残高とここの4枚目の残高が合ってるかっていうのは必ず確認してください。あと減価償却もそうですね。減価償却したこの残りの250万円と書いた3枚目の未償却残高が合うようにする。もう一つ最後にこれ、木をまたぐ処理にお気をつけください。木をまたぐ処理っていうのはどういうものかと言いますと、やっぱビジネスってこうずっと続いていて、いつもこういう感じなんですけど、ここの1月1日から12月31日を今回ここの3月15日までに提出するっていうのが申告になるんですけど、どうしても人為的に期間を切りますので、期をまたぐ処理が出てくるんですね。例えばここに請求書を出したんだけども、ここが令和2やね、でここ令和3、入金は年明けに入るって場合がやはりあるんですよ。請求書は年内に出したんだけど、ここの売上が入るのがここ、まあ、例えば1月20日に入るって場合は、この1月20日の売上お金はここの年内令和2年度に請求を切ってますので、こちらの売上に入れないといけないんですね。これが売掛金というものです。で、先ほど言ったよね、4枚目に売掛金が、ね、前回も100万円、今回も100万円っていうふうになってるけど、これはこの話です。そしてもう一つ逆パターンもありますね。この年内に請求書をもらったんだけど、まだ未払いの仕入れがあるってあるんですね。年内に請求書は来たんだけど、年明けにこっちは仕入れの支払いをすると。まあ、1月20日に支払いをする場合は、令和3年度に払ってるんだけど、請求書は年内に来てる。令和2年度に来てるので、こちらの経費になるんですね。なのでこれは未払い金とか
買掛金とかいうふうにして費用をまたぐ処理をします。提出する前にちょっと、ね、確認する数字がいくつかポイントがあるんですよ。方も合わせて最終チェックのため の、 参考にしてください。今回の動画は以上になります。さあ、私オンラインサロンも運営していて、税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につけようというものをやっております。で、月額制の完全会員制、顧問料より圧倒的に安い値段でオンライン上に税理士を味方につけることができます。税金、経理やビジネスの情報と、あと YouTube や TikTok の裏側とか、私の普段のビジネスの仕方など、あまり外には出さないような話を織り交ぜてサロンの方を運営していますので、もちろん相談や質問もオンライン上で OK です。あとメンバーや私と定期的に Zoom でセッションすることもできますので、ぜひね、ご検討ください。最近 YouTube 見たって言って入会されることがすごく増えております。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、いつもね、最後まで動画見てくださってる方、本当にありがとうございます。自営業の方にお役に立つような情報を出していきますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。あと高評価ボタン、あとコメントや感想いただけると励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、TikTok、Facebook、まあ、今は結構ほとんど SNS やってますので、興味ある方はそちらの方ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。それでは本日の動画も最後までありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。